ハロー YouTube、下根司のニュースの猫側にゃ、今日もね、トップ5ニュースをお送りいたします。キューバの海が真っ赤に染まるってよ。緑の中を走り抜けてく真っ赤なトルシエ。あ、これあれです。あの、日本代表を外された中村俊輔がトルシエ監督を襲撃した時の様子です。今日はですね、元首相が大変なことになったかもしれないっていう話を、こっそりあなただけに伝えていきたいと思います。ちょっとね、ということでね、やっていきましょう。ドイツのね、あ、間違えました。土井たか子さんの。私、おたかさんでございます。で、自分でおたかさんとかは言わないのよ、それは。人から言われるやつ。で、このドイツの元首相といえばね、メルモタンですけれどもね、かわいい。ね、かわいいメルモタンなんですけど。この度ですね、あの、ギットモ TV っていうアカウントがありまして、そこがとんでもない写真をね、出してきたわけですよ。でもちょっとまずギットモ TV からちょっと拾っていっていいですかね。お前なんでそんなカウントダウン TV みたいなノリでね、お前、ギットモ TV とか、いや、よしなさい、よしなさいって話なんですけど、あれだよ、ずっとも TV だよね。足だばらだよ。ね、ということでね、まあ、このね、アカウントが、この元首相のメルモタンが、ガッチャンコしてるっていう証拠の写真、写真をネットに上げたわけですよ。で、まあ、これなんですけど、つって、これ視察のやつちゃうつって手のところをアップしてみるとこれつって、まあまあ、まあね。そもそもガッチャンコされてたらこんな風に手できないと思うんですよ。まあ、これどう見てもそういう服のデザインなので違う、うるせえ。うるせえよ。黙ってもらっていいですか？で、これはガッチャンコです。そしてじゃあ何のガッチャンコの罪かって話なんですよね。こうメルモタンって、まことしやかに言われてるのがね、髭をつけてみたらあの人にそっくりっていうことでおなじみなわけですよ。名前を出すだけで怒られてしまうね。ネチネチしている方の人。おネチの、髭の人にめっちゃ似てると。で、これ似てるだけじゃなくて、実は血のつながりあるんじゃないかと。まあ、第二次世界大戦で、ネチネチしている人たちは駆逐されたと思われてますけど、まあ、例えば南米とか、いろんなとこに逃げて隠れて、未だ、その時に研究していた、オカルトと技術が合体した、とんでもないもの。このね、技術を継承してるって話なんですよ。その継承者がこのメルモタンだと。要するにこのメルモタンはその罪の角であれしたんじゃないのかって言われてるんですよ。だからまあね、これ服のデザインではないよ、多分。これね、結局、まあそのどっちがいい悪いっていう話じゃないってことなんです。そのもちろんですね、このネチネチしている人たちがやっていた非道なことももちろん悪だと思うんですけど、じゃあですね、その買った側のね、日本にしたことはどうなのっていう話もありますから、これだから結局裁く方も裁かれる方もどっちもどっちってことなんですけど、まあ、今回はこの裁く方がね、このメルモタンを連れていったかもしれないっていう話なんですよ。で、なんで急にこのおネチの話したかっていうと、実はこのネチネチしているものたちと二の腕太さんの話がつながってくるっていう話なんですよ。で、私は以前から二の腕太さんは腕が太ましいから光って言ってるわけですよ。もともとはですね、闇側だったっていう話なんですよね。で、二の腕太さんって、幼少期から、青年期、ちょっと大学手前ぐらいまで、南アフリカに住んでたんですよ。で、これは、おじいちゃんが探検家っていうね、まあ、大人で探検家を名乗ってるやつで、ろくなやつはいないっていうね、ちょっとめっちゃ偏見がすごいんですけどね、ロマンを求めて南アフリカに移住したらしいんですよ。でもこれね、表向きの理由で、実は資源ビジネスに一ちょかみするために南アフリカに行ったっていう話があるんですね。当時、南アフリカのエメラルドの鉱山みたいなやつを、このおじいちゃんが複数所有していたらしくて、そして、二の腕太さんも一緒に連れてってほしいってずっと言ってたんですけど、絶対に来るなと。やばいからと言ってるらしいんですよ。自家用のヘリの中には、ライフルも死ぬほど乗ってあって、この人やべえなって思ったっていうエピソードが残ってるんですよ。で、このエピソードから何がわかるかっていうと、おじいちゃんは完全に向こう側だったってことなんですよね。そして、その巨万の富を使って、で、二の腕太さんものし上がってきたので、完全にあちら側だったっていう話なんですよ。そして当時、南アフリカ、ね、アフリカの利権を、まあそのヨーロッパ諸国取っていってましたけど、その中でネチネチしてる人たちとの接近があり、そこから実はこのマスク家と、ネチネチしている人たちの、まあ、その、交流が始まったって言われてるんですよ。まあ、その、ネチネチしている人たちって、高度な技術をたくさん持っていて、例えば電気自動車。これも実用化にほとんどこぎつける状態まで行ってたって言われてるんですよ。でもこれは、要するに闇側がですね、これ電気自動車なんか出しても、自分たちの利権が失われるだけだから、ずっと抑制されてたらしいんですよ。まあ、これ、1917年の写真なんですけど、これ見てください。どう見ても電源から電気取ってるわけよね。こんな古い車が実は電
電気自動車あったっていう、まあ、これは証拠の一つなんですけど、この頃からこのマスク家と、このネチネチしてる人たちのつながりっていうのはあって、この技術もマスク家に伝わってるっていう話なんですよ。で、二の腕太さんは晩年、闇側の、許しを得て電気自動車開発に着手し始めるわけなんですけど、まあ、そもそもこのネチネチした者たちから、この電気自動車やそういった技術っていうのは継承していたので、いつでも着手できる状態だったんですけど、ずっと向こう側に邪魔されてきたと。まあ、その許可が出たからやってるだけで、別に闇側のことを助けたけどやってるわけじゃないんですよね。結果、赤い薬を飲んで目覚めたという形で寝返ったってことなんです。まあ、そのあたりからですね、まず、あ、二の腕太さんの、まあ、その裏切りね、まあ、闇からしたら裏切りが始まるとね、以前イバンカさんとのツイッターのやり取りで赤い薬を飲んだっていう話をしてたと思うんですけど、実は途中でですね、闇側の敵に回ることを決意したわけですよ。そこからは地球のために今動いている太さんっていう話なんですよね。まあ、この闇との対立っていうのを見るときに、今イギリスと二の腕太さんがバチバチにやり合おうとしてるって話、皆さんご存知ですか？これね、ツイッターが今度ね、検閲をなくすと、まあ、この検閲責任者もまあ解雇するって話で、まあ、こうツイッターが今自由なプラットフォームになるかどうかの瀬戸際なんですけど、これに断固反対しているのがイギリス政府だというふうに言われております。イギリス政府は情報が自由になることを恐れてるわけですね。まあ、情報が自由になることっていうか、おばあちゃんがレプイことをね、レプイことがバレたくないわけですよ。いや、みんな知ってるけど。ね、おばあちゃんとイギリス政府だけはバレてないと思ってるんだよね。ツイッター困っちゃうわけですよ。で、実は自国のツイッター自体を禁止するかもしれないみたいな動きもあるってことなんです。おばあちゃんといえば、もうこれ、一番偉いレプイ闇ですからね。要するに、もともと、太志さんはそっち側にいたんですけど、まあ、寝返っちゃったわけですよ。だからこれ今、もう激しいバトルが行われていると。先ほどね、メルモタンがガッチャンコしたかもしれないっていう話ね。あれも結局、ネチネチ絡みで捕まってるわけなんですけど、実は太志さんはネチネチとのつながりもあって、それは闇という意味ではなくて、まあ、今回ね、光と闇の戦いが激しくなってきたなーって、最後にね、もう一つのどん深闇ね、バプクのね、鳳凰いるじゃないですかね、完全に今言ってましたけどね、ちょっと服がやばいって話題になってるのはこれなんですけどね、これいわゆる方位ね、方位のマークを見てほしいわけですよ、まあ、これですってね、なんだこれ、これなんだこれって話なんですけど、これ一応ですね、まあ、レプを表していると、要するにおばあちゃんに対するね、リスペクト、パワーオブラブをね、もうアムロちゃんよりなんですけれどもね、まあ、示してるんじゃないのかって言われてるんですよ。まあ、こういったところからも、このいわゆる地球をね、こう牛耳ってる方々っていうのは、やっぱりこう、レプイ者たちの、とのつながりがあると。ね、それを今破壊しようとしている二の腕が太か男であるとか、メルモタンであるとか、僕とか、いや、僕は、ちょっとね、ちょっと黙ってもらっていいですか。黙ります。昨日久しぶりに北の国が弾道ミサイルっぽいやつをね、撃ち込んできまして、こらってなってるんですけど、これちょっとね、兄弟にね、ちょっと真相を問いたいわけですよ。いつも申し訳なく思っています。日本ではゴールデンウィークと呼ばれる連休です。ピーで外出できない方々に楽しんでいただけるように、先ほどミサイルを放ちました。北の国のキム・ジョンウン選手、今季通算17号、シーズン50発ペース。これはもう完全に、北の清宮だな、いける。いける。いたので、ということでね、反省してほしいんですよね。放ちますじゃないんですよ。何松本動きますみたいなことで言ってんだって話でね。まぁ、ちょっとこう調子に乗ってるだけなんです。ちょっとこれね、ヨジョンちゃんからもきついお給を、きついしなやかな鞭でね、私を挑着していただいて、構いませんことよ。本題に戻ります。ハワイに縁がないそうです。以上ですね。以上ですじゃないんですけれどもね。3年ぶりにね、行動制限のないゴールデンウィークということで、海外旅行されてる方もたくさんいらっしゃると。で、そんな中ハワイが人気らしいんですけど、ハワイの円の両替所で、円がね、今すごいないらしいんです。まあ、ハビコリちゃんの影響で、こうなんか動きがちょっと滞ってるとか、まあ、それから円安の影響で、ちょっと現物がないみたいなこと言ってるらしいんですけど、違うんですね。これはですね、完全に新時代へのあれです。以上です。なんかインドネシアがパーム油の輸出を禁止するっつってね、ちょっと話題になってますけど、実はこれがですね、仕組まれた食糧危機への作戦の一環なんじゃないかって言われてるわけですよ。このインドネシアのジョコビー大統領が誰に
頼まれてこの輸出を禁止することを決めたのかっていう話なんですよね。まあ、先ほど言ってました、二の腕太さんたち、ね。この後ろにはニャントラさんもいるかもしれないんですけど。と、そして今、世界中で混乱を起こしたい。それは戦であるとか、今回の食糧難というものを演出したい勢力がいると。いうことなんですね、うん、なんでちょっとこれ以上好き勝手にされちゃ構わないんで、オミソンはオミソンのアリ塚を作ってこもりたいと思います。アリ塚って思った。今日も一日お疲れ様でした。良い夜をお過ごしください。ツイッター1万5000人フォロワー様到達いたしました。ありがとうございました。ということでね、皆さんご協力いただいた方本当にありがとうございますね。約束通り、このツイッターの方で特別記念動画、オミソンアメリカンジョークをぶちかますね。これでいきますんで、ぜひね、ツイッターの方も楽しみにしておいてください。フォローもよろしくお願いします。シャンプーは大事っていう話なんですけど、私ね、いつもお姉ちゃんがまとめ買いしている牛乳石鹸の無添加のしっとりシャンプーを使ってるんですけど、昨日たまたまシャンプー切れてて、で、僕も切れてて、ね、お前シャンプーごときで切れるのやめて。ね、そういうことなんですけど、たまたま昔ちょっと残ってた、ヴダルサスオン、ヴダルサスオンをね、使ったわけですよ。そしたらもう髪の毛が、なんかすごいいい感じになって、あ、やっぱヴダルサスオンすごいな、ってね、ラクソプアブレッジね、ヴダルサスオン、ヨナゴ東、あれ今、鳥取県の公立野球強豪校の名前出てなかった？ヴダルサスオン、ラックスソフォーレッチ、ヨナゴ東高校、甲子園出場、あ、もう完全に言ってた。ね、出禁になってるからって、鳥取県に思いを馳せるのやめてもらっていいですか？一番、レフト、水木しげるくんってこと。ゲゲゲのゲ。